お願いします。元男の子 YouTuber の青木かのんです。今26歳です。なんだろう、結構それ聞かれるんですけど、やっぱり自分のこの生きてきたその証っていうとちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、これをさらけ出すことによってなんか自分も強くなっていけるって思うし、それを見て同じように悩んでいる方がなんかいい方向に行ってくれたらいいなっていう気持ちも、まあそれもあります。なんだろうな、コメントでもその再生数稼ぎでしょみたいな、まあ、確かにそれは気になることだと思うんで、まあそう思われてしまうのは仕方ないんですけども、でもやっぱり YouTuber っていう仕事をやってるんで、まあ、数字も気にしなきゃいけないっていうのはちょっと心苦しいですけども、でもこれ私の本意で出してるつもりです。やりたくてやってます。結構リスクあることですもんね。だって正直この話をして、そのこの YouTube っていう世界だからなんか面白いねみたいな感じで見てもらえてるかもしれないんですけども、その日常生活で自分は元男の子ですっていうのはもう、なんだろう、デメリットでしかないんじゃないかなと思ってるんですよ。なんかね、行った瞬間に質問攻めに合うし、ちょっと特殊なように見られるし、まだそれは仕方ないと思うんですけども、むしろ言わない方が得することのがいっぱい多いから、そう考えると、そうだな、こういう性別系のトークを出すときはめちゃめちゃ気をつけてるつもりです。こういうことを発言したことによって私のせいで同じように悩んでいる人たちに変な印象がついてしまったりとか、なんか青木が性別変えるのは簡単だよってなんか言ってるから、何々ちゃんも性別簡単に変えられるんでしょみたいな感じで私のせいで傷つく視聴者さんがいたら本当にそれはもう嫌なんで、出す前にもうすごい毎回ドキドキしてます。はい、こんな感じです。今ですか？でもいないですよ、今は。本当に今ちょっと変な間が入っちゃったけど、いないです、全然。最後に付き合ったのがいつだっけ、2015年の2月ぐらいまでですね。それまで同棲してた方がいて、まあ普通の男性なんですけども、結婚も視野に入れてたみたいなことは聞いてました。普通にその方のお父様にご挨拶したり、でもその時あれなんですよ、私が元男の子って言ってなかったんですよ。だからずっとねビクビクしてて、まあ、あんまりなんだろうな、私も、まあ、結婚を気にする年齢でもなかったっていうところと、お互いこの仕事のなんだろう、その時間のズレがどんどん生じてしまって、これはむしろ一人になった方がお互い心に余裕が持てるんじゃないのかなと思って円満に別れました。でその方とも今も全然たまにあれですよ、連絡取ったりとか、でも戻るとかそういうんじゃなくて近況報告みたいのはしてますね。だから円満に本当に別れました。ただ私はその時その彼の家に同棲で住んでたんで、出ていく時大変でしたね。なんて言うんだろうな、ほんとスーツケースガーって持ってって、で友達の親御さんがやっているアパートみたいに「止めて」って言って転がり込んで、で飲み屋で働いてみたいな感じでお金をコツコツ貯めて今の感じに至ります。それそうだな、その時までずっと彼氏にこうなんだろうな、生活をいろいろ助けてもらってたってことを考えると、本当今は感謝しかないです。そ
そんな感じです。え、あー、でも私全然ないですよ。正直私は自分の中ではなんか女になりたての時ってやっぱりちょっと女装感っていうか、元男の子っていうか、まあ、男っぽさがちょっと残ってんのかなって自分の中ではそう思ってたんですよ。でもね、女になりたての時の方がナンパされてましたね。今全然されない。なんでだろう。いや、ナンパされてたって言ってもあれですよ、1ヶ月に1回あるかないかぐらいですよ。むしろない時もあるし、だから、うん、しかもかなりだらしない格好してて、関西に私のすごい親しくしてる、まあ、姉貴みたいな感じの、全然血つながってないですけど、そういう方がいて、で私のこの変わった姿を見て、ちょっとって、なんでこんな何だらしないの、裸だけでも格好してんのみたいな。でそういう時私はもう女の子のその服の着方とか全く分からずに、ただ見よう見まねで女性の服をこうバーって着てるだけだったんで、キャミソールとか一切着てなかったんですよ。今思うとめっちゃおかしいんですけども、胸元ガーンって開いた服で下にただブラ着てみたいな、周りから見たらなんだろう、めっちゃなんかビッチに見えるみたいな、なんか多分それで、うん、変な人に声かけられたりとか、そういうのは当時はしてました。21、22ぐらいの時。それからもうてっきりなくなって、うん、ついていったこと、本格的についていったのは2回なんですよ。で、1回目の時がなんかね、どっかで船橋の方でなんか声かけられて、ついていってご飯おごってもらって終わりみたいな感じだったんですけど、で2回目がね、意外と最近なんですよね。2016年の12月ぐらいで、私その当時動画編集は YouTube 活動やったから、動画編集とかルノワールとか通ってたんですよ。どこのルノワールかちょっと秘密にしますけど、で通ってて、でなんか気さくな店員さんがいて、ホールスタッフでなんか「いらっしゃいませ」みたいな感じ で、私も普段こうやって普通に編集してるから、ああありがとうございます。それがだいたい通って10回か15回ぐらいの時に、なんかだんだんとこう親しく話しかけてくれるようになったんですよ。やっぱ常連みたいな感じの扱いで、今日もお仕事ですかみたいな感じ で、結構ね、高青年の、身長180センチで、私より1個下なんですけど、高青年でかっこいいなみたいな、まあ普通にかっこいい人なんですよね。で、あれ私のこと知ってんのかなみたいな、性別こんなやつだけど知ってんのかなって、でもまあいいよ、めんどくさい言わないみたいな。で、だいたい20回目ぐらいの時に、なんかね、ドラマをちょっと想像しちゃう感じのことが起きたんですよ。お会計いつも通り済ましてる時に、レシート大丈夫ですみたいな、分かりましたみたいな感じで、そのお兄さんにね、会計してもらって、でそのお店が店舗が地下なんですよ。で、地下からこう出て行ったところにすぐ駅があって、私は電車に乗って帰ろうって言って、地下をこう、地下から上の地上出口にこうやってね、ルノワールを後にこうやって歩いてたんですよ。で、駅の方向に だいぶその地下の出入口から多分 20m ぐらい歩いたところで、なんか後ろからなんか走ってくる音聞こえたんですよね。って、え、何みたいな感じで見たら、そのルノワールのお兄さんがなんかもうすごい猛ダッシュで、もうお店の普通の制服ですよ。すいません、お客様ってなんかレシートお忘れですみたいな、いや、レシート大丈夫ですみたいな。そしたら裏になんか LINE ID が書いてたんですよね。やばいでしょ、やばいでしょ、やばくないですか。だってそんな展開あるみたいな。私はちょっと警戒はまあちょっとしてたんですけども、でもまあ何回も会ってるし、私もちょっと気になってたんですよね、その時。なんだろうな、まだアルバイトもしてたし、今こうなんか YouTube に一途っていう感じでもなかったから、恋愛したいなーみたいな感じで、そういう気持ちあったんですよ。その人をちょっと気にするようになって、連絡をと、ね、返したんですよね、 LINE を。その時は多分12月の17とかそんぐらいの時で、もうクリスマス近いじゃないですか。24日か25日空いてますか。これ何、もしかして告白されるみたいな。私もなんかちょっと嬉しかったんですよね。むしろかっこいいし、いいなみたいな。
で、その方が、いや、僕あのいろいろ素敵な方だなとはずっと前から思ってたんで、一回話してみたいんですよって、ご飯 しませんかみたいな。で、お店を予約してくれたんですよ。年下くんのにもかかわらず、結構いいお店で、なんか日本料理屋みたいな感じで上野で食べたんですけども、すごいいいお店を個室で予約してくれてて、で、うわこの人紳士だなと思って、私もすごいいいイメージでずっとなんかねいたんですよ。で、普通話して、じゃあもう帰りますかみたいな、もう遅いしみたいな、またじゃあご飯行きましょうねみたいになって、それ僕が近くまで送ってきますって言って、全然私と真逆なんですよ。その方は横浜に住んでるんで、私東京だし、え、真逆真逆みたいな、いや大丈夫です、僕すぐに折り返して帰るんで、今日はここまで来てもらったし、僕が見送って帰りますみたいな、やばい、この人紳士すぎるだろと思って、まあ私の家の最寄り駅に着いたんですよ。で、皆さん気になるじゃないですか、え、ここでどうすんのみたいな。で、まさかの出来事が来て、帰りたくなくなっちゃったなみたいな感じで、いきなり慣れ慣れしタメ口使ったの、なんか ホテルとかどうですかみたいなこと聞いて、え、私あれなんですよね、なんかこういういきなりがっついてくる人って私はすごい苦手なんですよ。もう一気に冷めた、ごめんなさいね、ちょっと話の段取り方は難しかったけど、もうそれまですごいなんかいい人だなと思ったのに、なんかいきなりこうやってなんか帰りたくないなみたいな感じで、なんかホテルちょっと入るみたいな、えって、もうちょっと我慢しとけよって私は思いましたけどね。ちょっとひどいなと思ったのが、私もそのいやもうちょっと家に帰らなきゃいけなくて、家に金魚がいて餌あげなきゃいけない、いないんだけどね金魚嘘ついて餌あげなきゃいけないから帰りますみたいな、うん、確かそんな感じで行って、私はなんか向こう話してる途中なのに勝手にその場から立ち去ったんですよ。なんかすっごい申し訳ないなって今思うんですけども、しかも終電もギリギリだし、あ、これ帰れないなっていう、もう確実なんて、だって横浜までだってもう終電なんて待っても終わるじゃないですか、帰れないし。で、その後も私 LINE とか電話とかいろいろ漏れてるから全部無視したもん。今思うとちょっと私も最低なことしたって、ご飯おごってもらった分ぐらいのね対価を生み出すぐらいの交流はしてあげたらよかったのになって思うんですけど、まあ、そういうのも一切なく。埋もれてゆく夜空の下。